8時40分です。もうすぐ分岐ですが車が通行止め。斜面が少し崩れたんですね。8時47分分岐です。北側のテレビ塔は撤去したままです。上も車入れないんですね。ここへ土砂が崩れたんですね。汚れています。木陰が助かります。森山です。広島大橋、マツダの工場、そして高速3号線の宇品大橋。宇品島、そして宇品港です。宮島霞んでいます。美濃島の秋の小富士、奥は西の海島、金輪島です。奥は枝島。さすがに車がありません。ロープがないからもう行っていいみたいですね。自販機で炭酸を購入。展望台です。気持ちいい風があります。今のところテレビ塔は撤去したまま。たまに風が吹いてきます。駐車場、そして先ほどの森山と広島大橋、海田大橋と左に東洋大橋、遠光川です。神奈川道路山、城山があります。そして道徳山が東の方です。エゲ山です。城跡の黄金山、セミがよく鳴いています。二の島と宇品島、宇品港があって、海が少し白っぽいですね。宮島が見えません。船が見えます。廿日市や五日市の方です。太田川放水路の方を見ます。皿山をズーム。柚木城山もうっすらしています。肘山です。奥に大茶臼山や丸山があります。ギーガロイヤルホテル、檜山と武田山の手前に広島駅があります。シティタワーが目立っています。福山も見えます。広大病院です。双葉山、野球場、何か建てるんですかね。あっちに回ってみます。7月6日夜、大雨警報が出ました。上から見ると何も感じませんが、実際土砂が溜まってるとこがあります。松笠山や二つが定山、五砂荘山です。国道2号線の黄金橋、日の浦山です。右奥が鉾鳥山、そして道所山が見えます。暑いです。セミが鳴いています。降りましょう。入道雲がどんどん出てきそうですが。